はい、皆さんこんにちは、楽天グループの後編ですね、やっていきたいと思います。今日の終値、ね、540円でちょっと下がりましたかね。で、前編ではですね、全体像をですね、多数ある事業セグメントを概観していったんですけども、ちょっとやり忘れていたことが、その楽天の財務ですね、財務です。このお金の流れがどうなっているのかっていうのが、その楽天危機説ね、これ各著名人が楽天を批判してますけど、楽天危機説の根拠になるのが、その財務的なお金のやりくりが危ないんじゃないかという、いろいろなその巷でね、説がささやかれてるわけですね。で、実際マチュリティラダーを見ますとね、2024年から7年の、4、5、6、7、4か年だけで見ても、もっと8年以降もあるんですよ。この目先の4か年だけで見ても、社債を 1.1 兆円の償還をしないといけないんですね。で、これが楽天危機説の主な原因はこれなんですよ。もちろんですね、その楽天モバイルが足を引っ張って営業赤字が危ないよっていうのはあるんですけども、もう一つの柱としてはこれなんですね。目先の社債 1.1 兆が償還できるのかっていうことです。で、これはですね、もちろん社債の償還なんだから、例えば来年5000億返すってことになると、新たに5000億の社債を振り出して5000億の資金で返してもいいんですね。ただその新たに5000億の社債を買う人がいるのかっていう問題があるんです。楽天が財務危機だし、楽天モバイルの不調があるんで、楽天の社債をですね、相当割り引かないと、つまり金利を高くしないと買ってくれないという状況で、万が一って言ったら怒られるね。社債をきちんと機関投資家に売れたとしても、かなりの利率を取られることになると、結局はその毎年のその営業利益が圧迫されていくってことになります。だから総合的に見ると、かなり苦しいんじゃないのかというのがあるわけですね。で、ちょっと話題になりましたけど、楽天証券の株式をさらに譲渡しまして、870億ですね。これ12月だったかな、予定されていますので、こういうものが、身内をこう小刻みに売っていくような形で、これでもですね、いまだに 51% は持ってるんですけどね。今回のみずほ証券に売った持ち分、要は楽天グループが親会社で持ち株会社ですから、楽天証券の株式を楽天グループの親会社が持ってるんですね。で、それを部分的にみずほ証券に譲渡して、その代わり870億を得たということ。こういうふうにして、そのキャッシュをですね、いわゆるその財務キャッシュフローを得ることによって、財務キャッシュフローを得ることによって、この社債の償還の原資にしていくとかっていうのもあると思いますけど、それが果たしてこんだけ返せるのかどうかっていうのがあるんです。で、今回の1から9月の営業キャッシュフローを見ると、これね、1616億になってるんです、実は。で、これね、最初ね、例えば3Q の営業赤字が545億だったんですね。で、こっからキャッシュフローだから、例えば無形資産の償却費なんかは実際のキャッシュが動かないんで、その分を差し引いていっても、もうちょっと減るんですけど、それでも赤字は赤字なんですよ。営業キャッシュフローが赤字なはずなんです。だけどなんでか1から、これ1から9で連結ですけど、通期ですけど、1616億と、あれおかしいなと。なんで営業キャッシュフローがプラスなんだと。だってずっと楽天モバイルが足を引っ張ってるんで、非資金性の償却費なんかを、差し戻したとしても、営業キャッシュフローは絶対赤なはずなんです。で、これはね、私最初意味がわからなかったんだけど、見ていくと、
銀行の預金の増加が、これを押し上げているということはですね、楽天銀行が預金を増やす、ね、一般消費者からの預金を集めてきたら、これは営業キャッシュフローにどうやらカウントされるようなんです。で、普通ですね、銀行業界の預金というのは、債務なんですね。あれは要はお金を借りてるわけですから、一般の一般市民にですねお金を借りているんだから、まああれは負債なんですね。で、普通の事業会社でいうと負債というのは、まあ要はどっかから借り入れ金をしたものっていうのは財政キャッシュフローなんです。財務キャッシュフロー。だからここら辺がねちょっとややこしくなってて、銀行業界の集めてきた預金というのはどういうわけか営業キャッシュフローにカウントされるんです。普通だったら借入金というのは財務キャッシュフローですよね。だからここがちょっとまやかしになっていて、これを額面通り受け取っちゃダメです、ね、これを額面通り受け取っちゃダメなんです。で、だから、このあそれでね、あと BS を見ていかないといけないですね。9月の BS を見ると、これグループ全体ですよ。現預金が 4.7 兆円あります、ね、あ、4.7 兆も現預金があるんだったらこんな社債なんて一発で返せるじゃないかと思うじゃないですか。私もそれあれと思ったんですよ。だけどこれはうち 4.4 兆円が銀行なんです。楽天銀行の預金なんですよ。まあちょっと証券も一部ありますけど、ほとんど銀行なんです。ね。4.7 兆円の現預金があるんです。でも 4.4 兆はもう楽天銀行の預金なんです、ほとんど。要は預金由来の現金ですよね。で、ということはですね、この、多分ですね、ここがね、私も調べきれなかったんだけど、チャット GPT に聞いても分からなかったんだけど、銀行の預金、まあ大体銀行の現金というのは預金由来が多いですから、それをもってグループ会社の事業法人の借金を返したらいけないですよね、おそらく。多分ね、ここは銀行業法とかで規制があるんだと思います。お客さんの預金を預かって、それが手元に現金として置いてあると。で、それを、身内の企業の、その借金のね、例えば、楽天モバイルが借り入れている借金を返すなんていうのは、おそらくできないはずなんですね。だから、実質これ差し引くと、3000億円ぐらいの手元資金しかないと考えてもいいんじゃないかと思います。うん、それで、まあ、この、楽天銀行のだからね、アセットがめちゃくちゃ大きいわけ。で、自己資本比率を見ると、自己資本は 1.1 兆円、これグループ全体ですよ。自己資本 1.1 兆円なんで、だけど、自己資本比率は非常に低くて 5.2% です。これは非常に低いです。うん。自己資本比率は低いと思います、かなり。で、これはね、なぜこのようなまやかしが起こるのか。現預金がたくさんありそうだよね。でもほとんど銀行なんですかとか、ね、営業キャッシュフローが1616億、あれ赤字と聞いていたのになんで黒字なんだ。要はそこのまやかしが、銀行と事業法人の連結をしてイファースで表現するからわけが分からなくなるんですね。これ本来は事業法人と銀行はね連結しちゃいけないような気がするんですけど、連結するともうね、わけが分かんなくなります。ね。あくまで営業は、イーマースの営業は赤字なんです。グループ会社としては。だけど、営業キャッシュローを見ると、銀行の預金の増加っていう、この財務 CF 的な要素が、どういうわけかまやかしとして乗ってくるから、わけが分かんなくなる。で、まあ、とにかくこの 1.1 兆円を返していくっていうそれについて、この、前編で申しました通り、インターネットサービスとフィンテックとモバイルの3本柱あるんでしたね。で、フィンテックの営業利益率は 15% で優秀なんだけど、インターネットサービスはもう 5% あるかないか。で、モバイルはもちろん赤字です。ということは、
身売りをしていくとしたらフィンテックなんです。で当然それは楽天も分かってますから、銀行の2023年4月上場しましたね。そして証券は持ち株をどんどん譲渡してますね。これで今あの最新のこのやつをやった後は 51% のこの楽天グループの持ち分は 51% です。で銀行に関しては上場した結果、2023年4月上場した結果現状で 63%、 これはあの上場要件であの不動株比率をね一定のあれがありますから。であとね、楽天カードなんかも売れるんじゃないかと思いますね。まあ、あとは楽天ペイもありますし、まあそれぐらいかな。あ、生損保もありますから、まあそこもまあ硬いでしょうね。だからフィンテックのものの、ちょっとずつ持ち株をあの第三者に譲渡していけばキャッシングができると思うんで、まあそこを今後もやっていくんじゃないかというのはありますけれども、ただその額としてこれあの要はですね、子会社の持ち株を売っていくとね、当然この今後入っていく配当が減っていきますよね。配当が減っていくんです。でですからあの稼ぎ頭であり配当収入が親あの子会社の銀行証券カードの配当が親会社に入っていくんでね、それがキャッシュの源泉になっていくんで、証券なんかはもうこれ半分ぐらいがみずほ証券になってますから、その一時のキャッシュは得られるかもしれんけど、ゆくゆくの自分の足を食べてしまっているっていうことなんですね。タコ足みたいなもんなんです、うん、でもちろんですね、あの上場をするという手法はあります。それはあの持ち株をその時に売り出しをすることができますんでね、楽天グループが持っている株式をあの不動株条件があるからある程度市場に放出しないといけないですね。そしたら持ち株を市場に売るからキャッシュが入ってくるというのもありますので、上場という方法がありますね。あとはだから楽天証券上場すればいいんです。楽天カードも上場する、楽天ペイも上場していけばいいんです。その時に持ち株が、キャッシュが入るのと、あとはその銀行が例えば楽天証券を上場するとその楽天証券自身が 新株発行しますからね。新株発行しますから、それも売れますからね。楽天グループがもともと持ってる持ち株を市場で売却する売り出し、市場売り出しもありますし、楽天証券がその時に発行する、新株発行を市場で売るわけですから、楽天証券自身もお金が入ってくるという、そして楽天グループもお金が入ってくるんで、上場というのは非常に有力な手段なんです。まあこのあたりなんですね。であとまあトピックスとしてはプラチナバンドが26年3月ですね、これ総務省がこの時までにやりなさいよという約束をしてるみたいなので、まあ別にこれ前倒しでやってもいいみたいなんですけど、まあただその財政事情が財政事情なんで、プラチナバンドの対応をしようと思ったら基地局の多分設備も変更しないといけないんでお金がかかるんでしょうね。そうなるとまあなかなか今は財布が厳しい状態なんで、まあ多分ギリギリこれぐらいの線でやってくるんじゃないですか。まあこれがねちょっと財務の部分なんです。まあとにかくですね、簡単なちょっとねややこしく頭が混乱した人いると思うんだけど、本業のグループの営業赤字が続いてるってことは、お金を稼ぎ出せていないということなんだから、いくらこんな風に策を労しても本業の赤字が出っぱなしなんであればいつかはこれ終わりますよ。子会社の持ち株をね譲渡して第三者にみずほ証券とかに売ってその一時のお金は入ってくるんだけど、本業はグループ全体としては赤字なんだから、お金がまあ流出し続けているということなんで、これをまず出血を止めなきゃいかんですよね。でその上で今までこの社債をものすごく振り出してきたのはなぜかというと、楽天モバイルの基地局を全国津々浦々に建てるために、まあ、借りてきたわけですよね、おそらくね。
まあ、これの、まあ、ある種始末をつけないといけない、始末をつけないといけないです。という形でちょっと今回はねこれぐらいで勘弁しておいてほしいんですけど、まあこれでだいぶ全体像が見えてきたと思います。